今ね配信見ててガチでやばいことが起きました。それがこちら、次のデュエキングパックかなに再録、再録というか収録されるんですけど、勝利のボルグサンダーということで、念願のですね、あのボルグサンダーっていう山札破壊するプレミアム殿堂入りのカードがあるんですけど、そいつのねリメイクがついに、登場してました。これによって、何が起こるかっていうと、とりあえずサンダーティーガーっていうボルグサンダーの片割れのカードがいたんですけど、こいつのねリンク先が、ついに登場しました。で効果なんですけど、コストを支払わずに相手が呪文を唱えたとき、またコストを支払わずにクリーチャー出したとき、これ GR 召喚にも、反応していませんね。はい、GR 召喚はダメですね。に、ハンデスするみたいな感じの効果になっております。正直そこまで強くはないような気がするんですけど、これどうですかね。さすがに本家が強すぎたってのもあるんですけど、なんか超次元カード使うこと自体が、正直まあ微妙だっていうところがあるのと、あとはあれですね、ジオバリオリミランダとかがいたら、こいつ出せて強かったんだと思うんですけど、最近はねトコシエとかテスタロッサとかもいるんで、かなり、きつい感じですね。ボルグサンダー今追加の情報あったんですけど、どうやら帰ってこないらしいですね。はい、そんな感じで、ボルグサンダーが生まれ変わって、出てきましたという感じの、速報でした。話してて思ったけど、結構みんなからしてみんなが好きだったボルグサンダーとはまたなんか、全然違う感じなので、ちょっとこれは皆さんがどう思ってるのかわかんないですね。ワンチャンちょっと、いやそうじゃねえよなっていう意見もなんか結構ありそうなんですけど、はい、ということで、そもそもにして超次元ゾーンが不遇という感じで、とりあえずサンダーティーガー君の救済っていう、認識で捉えておきます。追加のなんかホールとかもワンチャン出るのかな。なんかこれで小型のなんかトコシエとかなんかそこら辺をいい感じにさばけるホールが出てきて、めちゃくちゃ強いみたいなことが起きればワンチャン復権はあるかなと思うんですけど、はい、そんな感じで、これでね、一旦終わりにしたいと思います。配信も終わるみたいなので追加の情報はおそらくないですね。ありがとうございました。